こんにちは、今日は1月28日です。昨日ね撮った動画真っ暗すぎて何も見えなかったので、今日は少し明るめの時間に定番のスタジオにやってきました。今日動画でお話ししようと思うのは、昨日メインチャンネルの方の、ライブ動画ですね、本場所中に皆さんとチャットしながらライブしてた動画と、まあ、あとその他会場の中とかで、まあ、自分が、まあ、お店に行ったりとか、近くの居酒屋さんにね、まあ、友人と一緒に行ってる動画とか、まあ、その中で相撲の話はしてるんですけどね、まあ、その辺の動画を、全部消させてもらいました。まあ、数えたら全部で210本ぐらいのライブ動画を消しました。で、まあ、理由については、まあ、以前から、まあ、このサブチャンネルの方でお話ししてたんですけど、まあ、先日 YouTube の方の AI 判定で、まあ、なんかその警告が来たと。で、まあ、その警告の内容についてはどういう内容なのかは、まあ、はっきり教えてもらえないんですけど、どうやら僕が考えるに、その、まあ、勘違いして入ってきた人がすぐ抜けていくっていう傾向がある動画を、文字スクロール動画と判定されたっぽいというふうに現状思ってます。で、まあ、そのためね、なんかそのいろいろ動画見てたら、ライブ動画が、まあ、タイトルがちょっとこう勘違いさせるような内容だったりとかすることで維持率が低くなってたっていうことを考えて、まあ、まだ最新作出すのは2月の末なんですけど、まあ、現状もう早いうちに消しておこうと思って、消しました。で、その報告だけじゃなくて、ちょっとね、昨日消してる時に、まあ、今まで長いことライブ動画ね、約2年ちょっとぐらいかなやってきて、まあ、すごい懐かしいなと思って見てた動画もあったので、まあ、自分で消した動画の中で、まあ、この動画が懐かしかったなっていうものを何本かちょっと残しておこうかなと思います。残しておくっていうのは記録としてじゃなくて、まあ、この動画として残しておこうかなっていうふうに思いました。とね、まあ、僕がこうパッとどれが一番っていうのはちょっとつけられないんだけど、まあ、記憶に残ってるものはまずやっぱり一番最初のライブ配信です。一番最初のライブ配信は僕が岐阜の自宅に住んでる時に、まあ、初めてね顔出しをして、それまで取り組み動画しか上げてなかったんだけど、初めてね自分の顔を出して、まあ、どうもこんにちはみたいな感じで配信したものです。もうその時は、まあ、チャンネルの登録してくれてる人も、まあ、何百人かぐらいはいたと思うんですけど、まあ、そのライブ配信するチャンネルなんて多分思ってないからみんな何やってんだみたいな感じで覗きに来た方が多かったと思うんですけど、まあ、僕もねちょっと昨日消す前に一回覗いてみたら、なんていうのかな、ちょっとおどおどした感じで、まあ、ライブ配信やってみましたみたいな感じで、これどういうことどういうことみたいな感じですごい戸惑ってる感じが自分で見てもちょっと可愛かったなっていうふうに思ってます。まあ、今はね結構ずぶとくライブやらせてもらってますけど、まあ、ういういしかったなっていうふうに思って、まあ、記憶に残ってます。で、その次に思い出すのは、確か去年だったと思うんですけども、フランスにね旅行に行ってる時にちょうど、千秋楽の、日がかぶってて、で旅行は旅行で、まあ、楽しんだんですけど、やっぱり相撲のことがすごい気になって、結局ね Wi-Fi を求めて、フランスだと時差がどうだったかな、7時間か8時間ぐらいあるんで、おそらくその朝方、まあ、10時とかそれぐらいにはちょっともうスタンバイして一緒にみんなでこう相撲を見ながらライブしようみたいな、そういうのをやったのがありました。で、その時はね本当に Wi-Fi 探すのが大変で、フランスの街中のパリのねマクドナルドでようやく見つけて、まあ、そこでね配信したのを覚えてるんですけど、まあ、チャットで皆さんに結果を言わないようにお願いしながら、まあ、スマートフォンの方でアベマ放送を見て、でパソコンの方で確かみんなとチャットしてみたいなことをした記憶があります。で、それがね本当に、まあ、誰が勝ったかとかどういう取り組みだったかってことは覚えてないんだけど、ライブ配信した中ではすごい記憶に残っています。で、あとは、まあ、その日々のねその取り組みを振り返ったりとか明日の予想をしたりとかするっていうのももちろん全部記憶に残ってるんですけど、やっぱりねライブ配信の中で初めてこう、まあ、みんなのねこう知ってる方はいないかも、あんまり少ないかもしれないですけど、会場歓声の中ではすごい有名な勝パパ、千代の勝のお父さんですねと一緒に大阪の串カツ屋さんでライブ配信したことが懐かしかったなって思いました。で、それはね、確か1日目にやろうとした時は配線ミスかなんか設定ミスでうまくライブ配信できなかったんですけど、次の日、
また配信をして、で勝パパにも登場してもらって、勝パパはねもう結構年齢が、だいぶ高齢に差し掛かってきてるので、まああんまりねこうライブ配信の仕組みとかよく分かってなくて、まあ言っちゃダメなこと言わないかなっていうふうにすごい心配しながら配信したのを覚えてます。で結果まあその時はね何事もなかったと思ったんですけど、まあ後々聞いたら、まあその配信を聞いてた勝パパの知り合いの人から後から苦情のクレームが入ったということを聞いています。なんであんなライブの中で私のことみたいなこと言うのみたいな感じでね言われたようです。でまあそれをね、まあ、あの笑って僕に勝パパは話してくれたんですけど、まあそれもね、いい思い出だなっていうふうに思ってます。でまあ他にもね今ちょっと考えても、まあ、会場の中を見たりとか、あとそうだな、チケット連続記録ですね、感染記録が70何日目かで途絶えたのも記憶にあるかな。確か72日ぐらい連続で現地観戦僕してたんですけど、まあ、それが途絶えた日に、会場の前からすいません今日チケットの整理券漏れちゃいましたみたいなライブ配信をしました。マクドナルドを食べながらね、それもマクドナルド食べながらしてね、でまあ会場がオープンして、でみんなが入ってくのを横目に見ながら、もう今日は帰って家でテレビ観戦しますよみたいな、確か両国だったですねあれは、っていうライブ配信も、まあ、今ふと思い出しました。まあ本当にねちょっと消す前は遅うか遅まいかをすごい5分ぐらいねまあ戸惑ってたんですけど、まあ迷っててもしょうがないし、まああっちのメインチャンネルの方をやっぱり残したいなっていう気持ちはあるので、まあそのためにはまあ結局ねもともとその視聴者維持率が低いってことは見てくれてる人にとってもそんなに、まあ大事に思ってくれてる人はいるかもしれないけど、多くの人がそう思ってたわけじゃないっていうことなんで、まあその辺はねしっかりこう直していかなきゃいけないなっていうことで、まああっちを残すために、ライブを消しました。ただ、まあ、これからは先日の動画でもお話した通り、こっちのサブチャンネルなのかメインチャンネルなのかまだ未定なんですけど、まあおそらくねサブチャンネルの方でライブやっていこうかなって今思ってるんですけど、また今日から、残していってね、また2年後3年後ぐらいにはこんなライブ動画が一番記憶にありますよみたいな話ができればいいかなっていうふうに思ってます。まあ今日はねちょっと思い出話というか、かつてのライブ配信消すにあたって、自分が記憶に残っているものをお話ししました。まあ、もしもね昔のライブ配信見てる方で、まあ、こんなライブあったなってことが記憶にある方は書いてもらえると嬉しいなと思ってます。思い出に浸りながらお酒でも飲みたいと思ってます。ということで今日は以上です。バイバイ。